ってたんだっけ、何語ってたのかもう忘れちゃったけどね。あ、そうそうそう、総裁の前で青手にな、俺人気あんだろ青手に、佐々木な、お前らはこうはいかないよ絶対に、お前らはこうはいかない、お前らのもう装いが嘘くさいもんだって、なんかあのいかにも不良でしたみたいな、そういうことじゃ、ほらね、そういうやっぱあのシャッチョコバなんか生きがってるみたいな変な風にさ、そういうのだったらそういうお前らはかっこ悪いよね、ダサい、今風じゃない、全然時代に乗ってないから。そこがやっぱり違うよね。ほら、あのね、まあ聴導員大学総裁、聴導員大学の前で、まあ聴導員大学はね、裏のね、まあ今も聴導員大学は裏の天皇みたいな感じだからね、その聴導員大学の前で揉め事を始めるっていうのは言語道断なんだよお前らな。それをまずお前らが分かってないところがやばいよね。こういう風にすればね、俺たちが強いところをアピールしてね、総裁のためにやってますみたいな、そうすれば総裁も嬉しいでしょうみたいな、全然そうじゃない、それは外でやれって言います。な